5番目に多い通数を配達していただくと思います。この路面ですのでね、気をつけて続けてほしいなと思います。それでは演説の熊くん、新年明けましておめでとう。思いの詰まった年賀状を配達するという使命、社員一人一人持って、この日を迎えることができました。事故なく無事に帰ってきていただければというふうな思いでございます。